今月31日に告示される県議会議員選挙まであと2週間余りとなりました。今日お伝えするのはこちらです。珠洲市、能登町、穴水町を選挙区とする定数2の珠洲市ホース郡選挙区です。今回現職の1人が引退を表明したため、先月になって自民党系から2人の新人が相次いで立候補を表明、保守三つどもえの争いとなったのです。支持拡大に奔走する各陣営の動きをまとめました。先月23日、珠洲市内で開かれたのは珠洲市を地盤とする現職平蔵豊志県議の事務所開きです。誰もが安心して住める、そんな環境づくりに引き続き私に担わせていただければなと、来たる戦いには大きなお力添えを賜りますよう心からお願いを申し上げたいと思います。2011年に初当選を果たし、現在3期目。前回、前々回は無投票で当選しました。ただ、今回は選挙戦、間違いありません。平蔵県議会議員にしてみると、12年前の初当選以来の、選挙戦になります。しっかりと心を一つにしてですね、戦わなければいけない、そんな思いでございます。同じ選挙区の現職で能登町を地盤とする山口彦恵県議が引退を表明。そこに自民党系の新人2人が立候補を表明したことで、保守分裂の選挙戦が確実となったからです。まとめる力のない県会議員でございまして、大変申し訳ないなと。というのも、事務所開きの前日、能登町議会では山口県議の公認候補について話し合いが行われていました。ここで自民党の川田信明町議と堂前俊明町議が出馬に意欲を見せたほか、酒本典子町議が長女で会社役員の三重氏に立候補の意思があると報告したのです。3人の方は出馬行こうということで、最終的に、自民党の議員は2人おられますと、できれば一本化してほしいという、ね、山口さんの願いでしたので。山口県議が自民党候補の一本化を求めた結果、尊敬する身近な政治家は山口県議であり、町議4年4ヶ月の経験を生かし、奥能登のために捧げたいと思います。川田氏は出馬を断念し、山口県議と同じ旧柳田村出身の堂前俊明氏が正式に立候補を表明。自分でこう後継というような意識といいますかはありますか？県議はどう思っておるかは分かりませんが、今までは、しっかりと自分も山口県議を支えた立場、思いは分かっとるかなというふうに思いますし。堂前氏は町議を辞任し、自民党公認として選挙に臨むことになりました。これで一本化されたと思いきや、この地域に新しい風を今起こさなければならない。不便を解消するには女性の目線、女性の声が欠かせません。堂前氏が立候補を表明した3日後、酒本典子町議の長女三重氏も立候補を表明。自民党籍はあるものの、無所属で出馬する方針を明らかにしました。もう全てが突貫工事という感じなので、もう脇目も振らず走り切る、そういう気持ちでございます。会見の場には出馬を断念した川田町議の姿が。よろしくお願いします。すいません、後ろからすいません。よろしくお願いします。すいません。精力的に挨拶回りに付き添うなど、酒本氏の支援に回ったのです。失礼いたします。
こうした中、酒本氏が訪れたのはお隣の選挙区、輪島市。長谷知事が支援する陣営の集会です。到着。いつもありがとうございます。おお、改めて、近いの？日本青年会議所の関係で知事とつながりがあった酒本氏、集会の途中で知事から団長に招かれると、まあ選挙区は違いますけど、こういうチャレンジャーがいるんだなということで紹介をいたしました。なかなか今度また都道府県に応援に行くからね、応援してあげてください。無所属新人ながら知事とのパイプをアピールします。一方、堂前氏も告示まで1ヶ月を切る中、辻立ちや挨拶回りに力を入れています。難題課題が山積みなこの奥能登地域なので、一生懸命、真摯に、その問題に取り組んでいきたいという気持ちは、他の人よりも、強いので、また皆さんのご支援賜りますよ。よろしくお願い申し上げます。選挙区で候補者空白地となる穴水町の街頭にも立ち、支持拡大を訴えます。またお一人お一人とお話しさせていただいて、自分の足で選挙戦をやっていくと、まあ、大変厳しい選挙戦になるかなと思います。激しい保守分裂選挙が予想される中、現職とはいえ危機感を募らせているのが平蔵県議です。初当選時は珠洲市単独の選挙区だったため、能登町、穴水町を含めた初めての選挙となるからです。保守分裂ということで難しい戦いになるのではないかなというふうに思っております。まずは地元の珠洲市、そしてこれまで生かしてきた経験と人脈を生かしながら、能登町穴水に訴えていければなというふうに思います。3期12年の経験を訴える平蔵県議か、現職山口県議に連なる堂前氏か、知事とのパイプをアピールする酒本氏か、保守分裂の奥能登の選挙は混戦の度合いが深まっています。